そして2ポイントの場合、はい、そのメールをスタッフが鼻を噛みます。あら、このコピー用紙で。ちょっと硬いですけれども。痛いですよ、これ。よく揉まないと。そうだね、頑張ってね、スタッフ。そうですよ。昔のおばあちゃんがね、ケツ拭くときにこう一生懸命揉んで拭いたみたいに。うん、そうね。うん。それケツ拭いた方がいいんじゃない？あ、じゃあどうぞ、関さん。俺のね、うん、俺が福岡。あ、でも、今井さんの方がいいんじゃないの？代弁した後。いつも、確認しているみたいだから。ちょっと。ちゃんとそれで拭いて、拭いたもので確認した方が。もしかしたら。みんなしてるもんね、でもそうやって。ですよね。するする。大事ですから、ね。大事大事。健康がいいかどうかっていうのは、ね。そういう感じで有効に我々が使わせていただく。そうですね。じゃあ早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず僕からいこうかな。お願いします。はい。今井あさみのペロペロしたよ。ちょっと待って。え、何？のあと書いてあるでしょ？いやいやいや。読んでここは。今井あさみのあと何も言えなかったらみんなの妄想が膨らむでしょ？そういう作品でしょ、だって。違うでしょ？違うの？確かに3月27日に発売される新10枚目のシングルは、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、ディアダーリンって書いてあるんですけど。だってさ、その CD ペロペロしてるとディアダーリンをペロペロするってことになっちゃうと男をペロペロしたみたいな感じになっちゃうでしょ。高度でしたね。そうだよ、だから今やさみをペロペロするよ。してくだ、してください。違う違う、間違えた。ちょっとあんたも読みなさいよ。わかりました。そうよ。はい、じゃあクリスでいきます。はい、はい、岡部くん、後で職員室に来なさい。個人授業よ。いや、本当にすごかったよ、オカリン。お前は言った方がいいよ。俺授業済みですからもう。誰だけは読みたくないですね。いや、いいじゃないですか。分け隔てなくやっぱ先生はね。いや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 、クリスにちょっとあのいろいろさぞしておきたいです。誰だけはやめておくけど、誰はさ、せめて利用価値あるよ。でも利用価値はどういう？だってほら、いろいろほら発明したりとかさ。あ、まあ確かにね。そうよそうよ。映画の中でもまたね、ダルのすごいところありましたからね。そうですよ。ダルのレバーもだからうまく操縦した方がいいんじゃないですか、いろいろ。あ、まあそうですか。ね、はい、うん。今の発言深いんだよ。意外と分かる。あの、掘り下げたくないんですか、私。分かりました。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次ダルの。はい。悪いな、あんた、このタイムマシン3人乗りなんだ。あれあれ、これどっ、あれ、伸びたくせに生意気だぞ。本物来た。そうだよ。ね、なんか現場でも何度かやってくださったじゃないですか。ああ、やったやった。あの CD ドラマの時とかに、はいはいはい、その時 の、 あのスタッフの喜びようがすごいですよね。うわーってみんな立ち上がって喜びますからね、やっぱり。そう、これもでももう意外と7年とかもう8年ぐらい経ってんだよね。うん、そんな経ちますか。そう、早いよね。もうだって定着しましたもんね。ね、なんとかね。うん、危なかったですけども。危なかったとか。いやいやいや、そっち側の裏話いいですから。俺たちのメンタルがね。まあね、確かに。そうそう、ほら、最初は先輩が素晴らしいからさ、ね、頑張れるかっていうね。いやいやいや、そうそう、ありますけど、まあタイムマシンつながりですから。あ、そうですね。そういう意味では、うん、本当は4人乗りだけどね、あれ確か。そうですね。そうそうそう、4人乗ってよくこうやってフィヨって顔出してる、ね。そうそう。あ、5人乗り？あ、ちょっとはっきり分かんないわ。一番詳しくなきゃいけない人だ。だから俺分かんないの、シュタインズゲートだけじゃないわ。そうですね。安心しましたけど。よかったよかった、はい。平等にやってます。そうですね。はい、じゃあ最後、クリスのセリフいきます。はい。どう言ったらいいんだろう、これ。うめえ。いやいや、もっとあれじゃない、なんか甘い感じじゃない。甘い感じ。うっとりしてる感じじゃないの。うっとりしてる感じ。あ、すごく美味しいから。そうなんですか。わ、うん、かりました。うめえ、このチュパカブラ。チンポのこと言ってんじゃん。ちょ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 。違う。違う。だってチュパカブラって。チュパカブラってだってほら、あの変な妖怪みたいなやつでしょ、なんか。そうですね。それを食べるわけないんだから。うん、なんかこうチュパ、うん、チュパと カブっていうのになんかかけているわけでしょ。うん、白カブっていう下ネタなんじゃないの。だから下ネタなんですかこれ。そうですよ。だからこのサトシ君と友達のその辺のなんかとのやり取りから生まれた多分高度な下ネタなんじゃないですかこれ。そういうことで。リトルアリトルさ。いやもう 100% そうでしょ。そうなの。そうでしょうが。すいません、私ちょっとそういうの鈍くてついついね。チュパッとカプっていうことですよ。あ、チュパカプですよ。私なんかなかなかね疎くてすぐね分かんなくて、うん、だからこの俺の最初のダルのセリフと対になってんじゃない。だから、うん、あ、なるほど。今朝みのペロペロしたいよ、うめえ、このチュパカプラね、なんかこう互い違いになってなんかこう
じゃあ、ね、あの一人でやってください。今一人でやっていただいたんで、私わざわざ運命まで言ったのに、それ遮ってご自分が言ってくださるってことは、私必要ないなみたいな。ごめんごめん、もう一人上手的な感じですね。いやいや、まあそう、一人は一人の良さがありますからね。そうですか、よかったです。はい、はい、というわけでこんな感じで、はい、こんなのでいいの？うん、こんなのもいいよね。こんなのがあっても、あってもいいです。たまにはいいですよ。いいですよ、まあ、中二病ね、はい、歓迎な作品ですから、はいはあ、こういうのはね、皆さん中学校2年生ぐらいの頃にはよく考えられるんでしょ。 やりました、はあ、はい、ということなので、はい、こんな感じで、次回作があるならばクリスもしくはダルに作中でどんなセリフを言って言うのかとか、はい、もしくは言ってほしいセリフを募集したいと思います。お待ちしております。プレミアムイベント、うん、何するんでしょうね。なんだろう、プレミアムだから普段やれないことじゃない、人前で。人前で人前でっていうか、まああんまりやらないことじゃない。どういうことですか、例えば人前で、うん、なんだろう、でもセックとかだったらやってるとこあるからね。え、そういうの人前で。そうなんですか。うん、だそんなのやってもプレミアムじゃないもんね、今さら。そうですか、うん、なるほど。なんだろう、一番目のハーツタンさんからいただきました。はい、クリスのセリフです。いやな、これもうすでにエコーかかっちゃってるけど、どうしよう。もうって言ってんのがエロかったよ。ごめんなさいごめんなさい、それ私のちょっと今素が出ちゃってごめんなさい。違うんです、これは書いてないです。でも読みますか。読んでください。はい、わかりました。はい、こんなに大きいの入らない、電子レンジに。ああ、いいんじゃない、うん、だって調理でしょ。ん、いや、こんな大きいの入んない、うん、電子レンジに。七面鳥丸々一匹みたいな。そう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 、まあ、でもこの一番目のハーツタンはなぜかこういう書き方してるんですよね。どういうことなんですか。大きい、あ、なるほどね。ね、大が大きい、大きいの、あ、大きいのか、なるほどね。大きいの入らない。なるほどね、うん、意味が分かんない。はい、じゃあガルのセリフ。そうですね、ヤックンっていうね人が送ってます。じゃあ読みますね。はい。そんなことよりマキゼ氏、聞いてくれよ。大儲けする画期的な方法を考えたを、ブロックで作るサリキック戦隊。バカなんじゃないのお前ら。選んだスタッフが悪いんじゃない。本当に悪い。目をそらさないでくれる。ちょっと今井さん口直しに。口直し、はい、わかりました。もう本当先輩なのでたまに本当にガチツッコミしちゃうわ私。え、こちら、はい、博士号の博士家さんからいただきました。クリスのセリフです。はい、これチンするの、チンしないの、だって。さっきのと繋がってますね。え、そうなの？繋がってるの？だってそ電子レンジに。ああ、繋がってます。大きすぎて入らないよ。これ、うん、本当にチンするの？しないの？みたいな。なるほどね。チンするから入れてくれっつったんじゃんか、うん、みたいな。まあ、確かに今井さん、関さん、タイムマシンとしてではなく本来の使用目的の電子レンジ絡みの日常会話なので安心ですと。そうだよ。はい、いただきましたよ。ね、ほら、これってやっぱりさ、うん、受け取る側のその問題でしょ？このチンをさ、うん、このチンだって思っちゃう。思ってないし誰も。思っちゃう今井がさ。私が悪意がね。私が悪意があるの？そうそうそう。すいませんでした。この人はあくまで電子レンジのチーンのつもりで書いてたから。ちょっと。そうなの、難しいよね、うん、そこら辺のさ、うん、感じ方の線引き。なんだろう。僕が思うにはでも、うん、スタッフに悪意があると思う。まあスタッフには相当ありますよね。スタッフが選んでるわけだから。なんか私新しいセクハラを受けてるなって、なんか言わされてることに対してじゃないセクハラだなっていう。そうなんだよね、うん、新感覚を今味わってますね。そうなんだ、スタッフは結構上手ですよ。だから、うん、そうですね、うん、頑張っていきましょう。お前ら後で裏に来いよ。はい、さあということで、ね、いくつか、はい、ひょっとしたらね次回作で言うか。はい、というわけでこんな感じで、はい、あなたが思うクリスもしくはダルのセリフを考えて送ってきてください。はい、以上シュタインズゲート次回作のセリフでした。いいみたいな、うん、クリスもいるじゃん。しかもなんかクリーム手につけてるし。本当だ、あのクリームをどうするんだろう。あれ拭き取ってあげたのか、うん、こう食べるように差し出してんのか、どうなんですかね。どっちかね。あれ果たしてあとクリームなのかっていう
のもあるしね。クリームでしょ、だってパフェ持ってもそれは先入観じゃん。パフェ持ってるからクリームに違いないっていう。そっか、じゃあ実際に皆さんもですね手に入れて確かめていただきたいと思うんですけれども、取り扱い店舗の、そして普通のお便り、あと女性機の新しい名称なども募集しています。していません。とりあえず普通のゴムとイボ付きのゴム買っておいた、しかも光るということで、ちなみに返信のお母さんからの返信で、はい、あんた気をつけなさいと来ました。泣きそうになりました。どういうこと、光るってどういうこと。光るってそう、あのあとあれ、うん、窒光でできてるんでしょ、ホタルイカの。ちょっと本当に消しゴムの話でしょこれ。違うよ、だから消しゴムじゃねえ、消しゴムの話だよこれ。何言ってんの。違うよ、消しゴムじゃねえ、こんなのだっつーの。顔文字が可愛いです。顔文字は可愛いけど、こんな密なやり取りをメールでしちゃうの。するんじゃないですか。そういうもんなん。僕はしますね。そうか、お母さんと。お母さんとじゃないし。お母さんには必要ないでしょ。そうか、彼女にだもんね、本当はね、なんすか。鑑定しよう。はい、はい、じゃあこのメール削除した方がいいと思う人。はい。二人、嘘でしょ。もおいさん大丈夫、これ削除しなくて。大事なことだよ、大事なこと。でもでもお母さんに送っちゃったんだよ。だってね、ゴムつけてないで。常識があるよ。そうだよ、いいやつじゃん。大事なことですよ。でしかもね、女性にどういうのがいいのってちゃんと聞いてるっていうところだね。でももうえげつない、 えぐいやつ買ってくよりね。こんな話する番組だと思って来なかったんでしょ。ほら次から来てくれなくなっちゃうんだから。ちょっともうスタッフさんと鼻かんで。あの今井さんの立っての願いでこちらにしました。それ言うならこれこれやめて。バギローを、いやいや、ゆるバギローを送ってくださった。そう言わないって言うから許してあげたんでしょ。どうしてもこれがいいって関さんが言うから。そんなことないよ。じゃあバギローかなって言ったら、あ、いいよ別に。言ってない、言ってない、言ってない、言ってないよ、言ったよ、言ったよ。だったらこの削除したメールの中から選ぼうよ。もういいじゃん。ごめんごめん、じゃあじゃあ、希望になれるメールでも分かった。じゃあ、うん、言ってないっていう体で。体とかやめて。クリスとしてセリフを言わさせていただきます。はい。うわぁ、すごいネバネバして美味しい、この納豆。あーいいね、ネバネバしてるものって美味しいよね。体にいいですもんね。ちなみに送ってくださったのが、お名前が書いてないの、これヒキガエルですかね。違うか。ヒキガエル、ヒキガエルさん合ってるんだ。ヒキガエルさん、カエルなのにね、メールをくれて、すごいよね。はい、じゃあもう一通来てるので紹介しますね、はい、こちら匿名希望さんからですね、はい、あ、2人でやるのかな。じゃあ私からいきます。やる。おかえりなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも私？大丈夫、全部外で済ませてきた。ふざけんなお前。とりあえず匿名希望とか言って本名言うぞ。俺でもあのこれはほらだいぶさ、うん、こう結婚生活とかさ、はい、付き合いが長くなってくるとこうなっちゃうこと多いよね、うん、あ、そうですか、うん、だいたいほら外でさ、うん、こういうお付き合いもあるから、うんうん、済ませてきちゃうことあるじゃん。ご飯はね、そうですよね。いろんなあらゆるもの意味で食べるっていう。私も済ませてきてるわけですね。私も済ませてきてる、うん、それとも私もね。あ、そう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 、そういう意味ですよね。そういうことですよ、うん、そう、ダメです。でも楽じゃない、済ませてきてくれた方が外で、うん、女性的にもどうですか、うん、振らないでください。後藤さんに振るのやめてください。自問自答してください、どうぞ。あ、本当ですか、うん、後藤さんはそういうのは全然もう常にラブラブなんですか、うん、それがいいです。それがいいですか、うん、外でじゃ済まさないでもらった方がいいですか、うんうん、あ、じゃあ、うん、後藤さんだから後藤さんに振るのやめてください。というわけで、なんと関さんに悲しいお知らせをしなければなりません。あ、何、なんとさおちゃんとここでお別れ。いやだ。もう別れない。嫌だよ、俺も事務所移籍する。いいですよ、どうぞ相談してください。多分断られると思うんですけど。だってラジオの共演えって言われるんですよ。そう、まあ、ちゃんと、あの TV をわきまえてますから。そうですね、今日のだって聞いていただいたら全国のマネージャーさんは安心すると思いますよ。そうですよ、3回チッコって言っただけですからね。4回目ですけどね。ねえ、サオちゃん、ねえ、どうした。いや、うん、ちょっとなんか、うん、私自身がハードルを上げてきちゃってたので。物足りない。そう、物足りないです。もっと欲しいです。そうか。
もっと欲しいです。ちょっと今のところもう一回言ってくれる。エコーかけて。ダメです、ダメです、私が声をかぶせますよ。わーわー、もっと欲しいです。沙織ちゃんノリがいいね。本当ですか。うん、なんか疲れちゃった私。今井さん、まだうんこ確認してるんですか、未だに。私あれから今まで無意識にやってたんですけど、あれから毎日ですね、毎日というか毎回関さんの顔を思い出し、それぐらい関さんのことを身近に感じられることができるようになった、この番組が。そうです。いや、見た方がいいんですよ。だって、見ないでそのまま捨ててたら、はい、うんこが拭き終わってない場合、うんこがついたままのケツにパンツを履くことになっちゃうよね。いや、でもカットされてたのは、3のエピソードのとこですよね。この番組のパーソナリティじゃない人に気を使ったんだよ。そうです。そうです。私のこともちょっとだけでも気を使ってもらいたいところです。まだお悔やみ状があるよ。何にはなくても笑えるよね、やっぱなんか、なぜか。ああ、そういうもんですか。普遍的なこの、もうやっぱなんか、うん、哀愁、なんか面白さを秘めてんだよね、なんかね。なんかそれがやっぱり、私、性格はちょっと男っぽいなって思うところが多いんですけど、うん、どうしてもそこが理解できないところが、やっぱり、超えられない性別の壁なのかなって思うことはありますね。だってもう言われただけで面白くない。うんこ！ほら笑ってるじゃん。あきれてるんですこれ。でもほら、まあ、幸せになるんだよ。幸せのワードなんだよ、うんこって。関さん、さあみんなで言って。はい。うんこ言うわけねえだろ。関さんいくつになったんでしたっけ。私40、今年41になります。41になっても